皆さんおはようございます。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。私は元気です。そうでもないんですけどね、ちょっとね体調良くないから久々の動画になりますかね、9月の25日土曜日ですね。今週引き続きミラバンにちょっと乗っているんですけど、ちょっとしたトラブルがありまして、それでソニカはしまい込んでずっと今ミラバンに乗ってる状況なんですが、トラブルっていうほどのトラブルではないんですけれども、このパワステがねちょっと調子悪くなっちゃったんですよ。で前からねちょっとその兆しはあったんですけれども、要は油圧パワーステアリングなんですけれども、低速時の切り返しとかですね、パーキングスピードにおいて、全くパワーがかからずに、もうすごく重捨てといってもね、車重が700キロないミラバンですから、末切りさえしなければ普通に、走れてはいたんですけれども、調子が悪いというのは分かるわけですから、なんとかしなきゃなと思ってたんですね。で久しぶりに今週の火曜日か乗り始めて、やっぱりね仕事で走ってる上でパーキングスピードのその重さっていうのは気になるんですよね。で、ちょっと右手の手首も痛くなってきたりしちゃって、あなんとかしなきゃなっていうふうに思って、火曜日水曜日とずっと、あちこち確認しながら乗ってきてたんですけど、まずですね、パワステポンプ自体は去年一度交換したんですね。でパワステポンプ周りもホースなんかも交換して、まずよっぽど不良品に当たってなければパワステポンプは問題ないだろうと。で各部も確認したんですね、クランクプリーから来ているベルトの張りだとか、確認したんですけども特に問題ないで、これはきっとパワステのリレーかなと思ってリレーも取り替えてみたんですけど、それも症状変わらずということで、重捨てのままと。でなんだろうなとずっと思ってたんですけど、ふと思い当たったのがですね、去年パワステポンプを変えた時に当然パワステのフルードも交換したんですけれども、その時ねどうも私普通の1リッターのオイル缶に入っているような取り置きしていたパワステフルードを使ったような気がするんですね。だからもう湿度のせいなのかちょっとダメだったのかなというふうに思いまして、水曜日かな、水曜日、それと昨日、パワステフルード新しいものを買い直しまして、リザーバータンクに抜いて渡し抜いて渡しをこれを昨日までに3回やりました。やればやるほど、症状が改善していくというのが、体感できまして、現在は多分ですね正常の時のおそらく7割か8割ぐらいまで、8割ぐらいかなまでステアリングの重さは回復してきていますね。今日はちょっと雨がちなのでリザーバータンクは開けずに置いて、明日以降また、ちょこちょこ抜いて渡し抜いて渡しをしながら、ブレーキフルードじゃないやパワーステリングフルードを一巡させて交換していきたいなというふうに思っています。しかし驚きですね、今までねすごく汚れたパワーステフルードを交換して、特に体感できるようなこともなかったんですけどね、見た目は透明になって気持ちよかったりはしたんですけれども、あんまりパワーステのフルードを交換して、その効果が体感できたってことはあまりなかったんですけど、今回はなんて言うんでしょう、もともともうダメになってたパワーステフルードだったんでしょうね、多分湿度を吸い込んでしまっていて、パワーステの圧がかかった時に、その圧を伝えきれないような状態になってたんだと思います。こういうトラブルもあるんですね。現在はですね、
っかりパワーが効いてるなっていう感じがありつつも、以前のフィーリングに近づいてきてるので、よかったよかったっていう感じなんですけどね。まあこれでまた、何回かフルードの継ぎ足し交換をして、キープディスタンス、タケノチャンネルの、あ、タケノでした。バイバーイ。